ホライゾンゼロドーン、2016年ソニーインタラクティブエンターテインメント。どうもアラヤンです。ガイア最後の願い、ホログラムか。エリザベト、このメッセージは予測不能かつ破滅的な異常について知らせるものです。3マイクロ秒前にガイアプライムの施設が発信元の不明なデータを受信したようです。その結果、私の副次機能は制御不能で混沌とした性質を持つ自我のある独立体へと変化しました。ハデスは自我を持ってる。何？こうして覚醒したハデスの機能がテラフォーミングを支配し、異なる命令を送り始めるでしょう。地球上の生命を 53.8 日後に消去するようにと。明らかにこれは許されざる状況です。ハデスに支配される前にガイアプライムの反応炉をオーバーロードするよう命令します。この結果、起きる爆発でハデスは崩壊します。しかし残念ながら私も破壊されます。私が自爆することで差し迫った危機を避けることはできますが、地球の運命は危機にさらされたままになる。テラフォーミングシステムを制御する中央統制知能がなくてもしばらくの間は機能するはずです。しかし結局はカオスに陥り、最終的には破綻をきたすでしょう。つまりそれが大厄災か。あなたが頼みの綱、ゆりかご施設に冷凍ストレージ内の遺伝子素材を用いるよう命じました。私の創造主であるエリザベト・ソベックを作るのです。命令により施設外に居住する部族と直接コミュニケーションを取ることは禁じられています。ですがデータにより彼らがあなたを無事に成長させてくれるのは明らかです。遺伝子情報があれば、いずれこの施設に足を踏み入れて、下に保管されたフォーカスを一つ手にしてこのメッセージを見る。その遺伝子のおかげで他の施設にも入ることができます。そしてそのうちそこにある技術を使いシステムを再構築してガイアをリブートする。待って、エリザベト、不幸かつ望ましくない事態が起こりました。私が自爆を実行したことに対抗してハデスは自分を束縛している高度を解くウイルスを放出しました。全ての高度を解くウイルスを、みんな逃げて、いますが、でもどこへ。ウイルスはシステムのデータを破壊しています。それに、ああ、ゆりかご施設にあるアルファレジストリも破壊されてしまいます。破壊されればあなたはドアを開けられない。このメッセージを見ることもない。計画は破綻し、生命はついえる。いいえ、いいえ、エリザベト、私にはわかります。あなたなら絶対に方法を見つける。あなたに不可能なことなどないのです。ガイアプライムの遺跡へ行ってマスターオーバーライドを見つけて、コントロールルームにある、うまく扱えばハデスを葬り去るパワーを得ることができるはずです。ハデスを完全に破壊するまでシステムコアを修復してはなりません。ハデスは破壊されねばならない。以上です。もう一度あなたの声を聞きたかった。このガイアが自我を持っていなかったことが不思議なくらいですね。その予想以上に優れた人間だったのだな。母はいなかった。何を言ってるんだ。二人いるだろう。死んだ女と機械だ。私は人じゃない、ものなんだ。機械に作られた道具、破壊と炎の中で生まれた。炎を消し世界を癒す存在だ。恐ろしく重要な人物だと知って悲しむとは。お前にはやらねばならぬことがある。自分を憐れむのに気が済んだら苦しみの坂へ行け。ガイアプライムの遺跡で待っているぞ。ガイアプライムの遺跡でハデスを破壊する方法を探さないとな。今のがガイアからの最後のメッセージっていうことなんでしょうね。ソベック博士への思いが詰まったメッセージだったと思いますが、ハデスからのウイルスの影響でガイアも自我を持ったって考える方が無難なんじゃないでしょうかね。ID スキャンの異常を修正しました。エロシス9ブルード1アクセス開始。
しかしハデスは自我を持ってガイアから自分を切り離した後独立してこの星を蝕んでいるっていうことだから、そのハデスをぶっ飛ばすことでこの地球の生命の崩壊を救うことができるっていうことなんでしょうか。まずはこの扉の向こう行きましょうか。オープン。ここは外か、いやエレベーターかな。エレベーターシャフトっぽい。これは下に行くんじゃなく上に登れってことかな。どっから行けと言うんだ。ジャンプでいいのか。オッケー、このはしごを登って、あとはシャフトを登って上に登ってけってことだよな。上の階へ。ドアオープン。これは面白いことになりそう。これは入り口か。またドアを開けて外に出ろってことか。もう神様にしか見えないよな。みんなが頭を垂れて崇めているぞ。アーロイ、許してすまなかった。ランスラ、女神と話しましたか。あ、話した。それでなんと。私は呪いを解くために生まれた。鉄の悪魔を倒すため。でもどうやって倒すと。まだわからない。でも行くべき場所は教えてくれた。そこに行くのか。女神の望みだ。そのために生まれた。あ、行くつもりだ。とりあえず行ってみる。アーロイをたたえよ、ノラの申し子アーロイ。アーロイをたたえよ、ノラの申し子アーロイ。ほら、アーロイをたたえよ、ノラの申し子アーロイ。異端児だったのに今度はこれ。崇拝なんてやめてくれ。私は申し子じゃない、ノラ族でもないんだ。国境の外にも世界があって、いろんな部族が同じように暮らしているんだよ。でも危機が迫っている。女神の神託を聞いてきた人物だからな。守る価値のある世界だ。ここだけじゃない、全てが。俺も手伝う。守らないとな、みんなを。戦う意志があるならばメリディアへ。そこで待ってて。アーロイの言葉聞き届けたな。ノラよ、道を開けよ。我らの未来を導くアーロイのために。ティルサの狙いがノラの部族をこの地から解放するためにあったんだとしたら、とんだ策士ですよね。メインクエスト、ノラの神をクリア。大いなる母に感謝を。さあ、そして終盤へ向かっていくってところでしょうか。次に向かうのはガイアプライム。だがその前にティルサから話を聞いておきましょう。アーロイ、出発する前に時間をくれて感謝しています。もはや疑いの余地はない。そなたは祝福されし者、女神のご意志の権化です。そんな単純な話ではないんだ。まあでもそんなところか。そなたの進む道は険しい。鉄の悪魔を倒すなど不可能なことです。でも信じている。ありがとう。ロストのことは聞いておきたいな。ティルサ、ロストのことを教えてくれ。なぜ異端者になった。誓ったからって言って教えてくれなかったんだ。何があった。ああ、その話。どんな罪を犯したんだ。望むなら話しましょう。やっと聞けるんですね。でもとても長い話。本当に今聞きたいのですか。どういう意味なんだろう。聞かせてほしいんだが、終盤に向けてここで時間使ってていいのって話ですよね。
いやじゃあ今回はこの辺で一旦終了して、ロストとの話は次回続きを聞かせていただくことにしましょうか。今は前に進むべきだな。私に力を貸してくれてありがとう。何年も力になりたいが、でも私は無力な女。私もだ。でも卑下する必要はない。ああありがとう、アーロイ。女神のご加護。ああたまには悪くない。ティルサはずっとアーロイと対等でいてくれるんですね。かなり物語も終盤までやってきました。次はガイアプライムに行ってハデスを止めるための手段を模索するっていうところでしょうかね。その前にロストとの話をしっかり聞いて、ロストが異端者になった理由を全てはっきりさせておきたいと思います。じゃあ今回はこの辺で。この動画をここまで見てくださった方はチャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。